極楽駅は、岐阜県に那市岩村町半狭間にある、明治鉄道明治線の駅である。駅番号は6。2008年に開業した、明治線で最も新しい駅で、無人駅。駅名は、工房に寄せられた案のうち、駅所在地付近のあざなと、駅近くに、鎌倉時代から南北朝時代にかけて存在した、寺院、極楽寺に由来して決められた。 極楽寺駅や極楽京駅は他の鉄道で洗礼があったが、極楽駅は日本初であることも理由であった。仏教において浄土を意味する縁起が良い駅名であることから、駅自体を目的に訪れたり、後見の切符を買い求めたりする旅行者も多い。極楽駅切符購入者は年4000から5000人、政治は19000人にも達した。プラットフォームには、 地蔵菩薩像や地元岩村藩出身の住者佐藤一歳の今年46の一文を刻んだ碑文などが置かれている。駅舎に極楽駅らしさが足りないという声を受けて回収され、2019年12月23日に完成式が開かれた。金と雲をいただいたベンチ付き待合所、五行が指すように写真撮影できるスポットが置かれた。費用には、 岐阜県地方鉄道利用促進事業による補助のほか、クラウドファンディングによる寄付金が当てられた。建設費は約2160万円。地元岐阜県に本社があるスーパーマーケットのバローから1080万円の寄付金が寄せられた。バローは新駅設置に前後して、駅前にショッピングセンターを開業している。端式一面1 0の無人駅。ホームは、 愛知万博開催時に愛知環状鉄道万博役座駅のホーム拡張に使われたものを再利用している一面一線の単式ホームのみを持つ地上駅、無人駅である。ありがとうございます。